これは今後大きな激震、動きになってきます。なんと世界有数の EV 市場を持つインドが、他の中国 EV を完全に拒否、インドには来るな？一体、どういうことなんでしょう。チロチロチャンネルへようこそ。今回はインドの中国 EV 拒否の動きについてお話ししていきたいと思います。今年とうとう中国を抜いて、世界1位の人口規模となったインドに大きな動きがありました。インドといえば日本のスズキが、自動車シェアの4割以上を占めているという、日本車大国でもあるわけなんですが、インドの平均年齢はなんと 27.9 歳と、人口構成が非常に若いことで、今後さらなる経済発展が、ますます見込めることから、さらに巨大な自動車市場となると見られているんです。ちなみに日本の平均年齢は 48.5 歳で、中国の平均年齢が 38.5 歳なので、日本はもちろん、中国と比べてもかなり若い層が多いことが伺えます。2022年にはインドの新車販売数が日本の420万台を抜き、472万5472台となったことを、インド自動車工業会が発表。この台数は中国、アメリカに次ぐ、世界3位となります。中国は2600万台以上を売り上げていますので、今後のインド市場における自動車産業は、世界中どこのメーカーも取りに行きたい場所なんです。このような背景において、インド政府に接近してくる中国メーカーがありました。それが中国 EV メーカー最大手の BYD です。外部給電、可能なハイブリッド車である PHEV と、純粋なバッテリー EV を合わせた販売台数においては、2022年の実績でテスラをも上回る186万台を記録。バッテリー EV だけに絞っても92万台を売り上げており、テスラの136万台に次ぐ第2位のメーカーとなっており、この BYD が何やらインド政府に接近してきて、ある交渉を行ったところ、インド政府はそれをきっぱりと断ったそうなんです。これは一見、インドにとっても魅力的な話でしたが、インドはなぜ中国 BYD の接近を断ったのか？今回はこのインドの動きについて見ていきます。このチャンネルでは普段は車系動画、特に洗車系動画を多く配信しています。また、最近では今回のような車系時事ネタも紹介しているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。まず本題を話すにあたり、把握しておくべきこととして、インドにおける EV シフトの現状があります。インドは深刻な大気汚染問題を抱えており、自動車の排気ガスはその最大の要因と考えられています。EV を推進することによって脱炭素を達成しようとしているわけですね。インド政府の EV 普及に向けた取り組みとしては、2030年までに、商用車の 70%、自家用車の 30%、バスの 40%、二輪車と三輪車の 80% の EV 化を、目指す目標を掲げています。そんなインドですが、EV 普及率は決して高くなく、2022年の四輪車販売に占める EV のシェアは 1.1% 程度にとどまっています。しかし2022年の EV 四輪車販売の前年比の比率が世界一の 273% 増を記録していることや、世帯の乗用車保有率が中国の 40% に対して、インドは 10% 程度であることを考慮すれば、まだまだ伸びしろもあり、長期的な成長は十分見込めるというわけです。しかし EV 化の鍵を握るリチウムイオン電池の製造は未だ初期段階にとどまっているということもあり、政府が掲げる EV の導入の目標達成は、国内での割安な電池製造の進展次第と見られています。現在電池セルは海外から輸入して国内でパッケージ化されているということなんですが、セルも含めた電池の国産化のため、2025年までに50ギガワットアワーに及ぶリチウムイオン電池の国内生産を進めるということです。今後5年間で総額1810億ルピーの補助金を当て、2030年までに EV の導入が加速すれば、260ギガワットアワーまで電池需要が拡大する見込みです。そのため政府は2023年から2024年度の予算案で、EV 用バッテリーセルの製造に必要な原材料部品及び製造機械の輸入関税を免除しました。バッテリー以外のこれまでの動きも触れておくと、インド政府は EV の普及拡大などを目的として、
2019年からは最大800億ルピーを EV 購入者への補助金などに充てる政策を実施。さらに100億ルピーを投資して充電インフラ整備に充てるという普及策を取りました。現在はさらに PHEV や燃料電池車である FCV そしてバイオ燃料混合車といった EV 以外の環境車も支援の対象とすべく、次なる支援策を準備しているところですが、中央政府だけの支援では EV 普及は難しいため、州政府が主導権を握る形で推進する必要がありそうです。このような背景において、インド紙エコノミックタイムズが、7月22日に驚きの報道を流したんです。それが中国の BYD が、インド国内に10億ドル規模の工場を、設立することを地元当局に提案したというものでした。インド企業と提携する形での進出という内容です。10億ドルというと、日本円にして1400億円ほどなので、インドとしては加速的に増えている人口の雇用先が増えるということはメリットです。しかも BYD が技術供与して生産する計画ということで、EV を国産化していくことを考えているインドとしては、BYD の技術をもらえるものならば、ぜひもらいたいと思ってもおかしくないはずなんです。しかしインド政府はこのインド工場の建設計画をなんと、拒否したというんです。その理由は、中国企業からの投資に対して安全保障上の懸念があるからだということでした。インド政府は、陸地の国境などをめぐって中国と対立関係にあるということで、中国からの投資を制限しているんですね。同じようなことがあり、それが以前、ゼネラルモーターズがインドに設けた工場を、中国自動車メーカー、大手の長城汽車に売却しようとした時も、インド政府が拒否したそうです。BYD は今、積極的に海外進出を狙ってきていて、今年からは日本にも進出してきています。今月頭には、ブラジルにも EV 工場を新設すると発表するなど、勢いを増しているわけですが、このインドを抑えることができなかったのは本当に大きいです。さすがインドですね。インドは、日本とアメリカとオーストラリアによるクワッドの3カ国なんですが、クワッドといえばインド太平洋において強力なシーパワーを持つ4国の連合ということで、強力なランドパワーを持つ中国を包囲することで安全保障の協力体制を保つという枠組みです。実際、中国と国境争いをしているインドからすれば、国の交通として今後発展していく。EV の生産やシェアを中国企業に持っていかれたら、何か有事が起こった際に、どんな対応を取られるか分かったものではないということですね。ただインドはロシアに兵器や原子力発電を依存しており、そのためロシアと近い関係にある中国に対して、表向きは大きな声を上げにくいという複雑な事情も絡んでいたわけですが、ここに来てビシッと中国 EV の進出を断ったのは、日本メーカーにとっては非常に朗報と言えます。インドの EV 市場は地元企業のタタ自動車が市場の大半を握っている状況です。簡単にタタ自動車について触れておくと、タタモーターズはインドのムンバイに本社を置く自動車製造会社であり、1945年に創業し、インド最大の自動車メーカーです。乗用車、商用車、バス、トラック、軍用車などを製造しており、2022年には世界で145万台の車を販売しました。タタモーターズは、インドの経済発展に大きく貢献している状況です。韓国ヒョンでも勢力を伸ばしてきていますので、スズキも決して油断はできませんが、スズキは BYD と異なりインドと足並みを揃えて、2030年までに EV 工場を建設することとなっており、さらに電池関連などに2兆円を投資する計画です。このように政府からはまだまだ歓迎されていることが伺えます。さらにこれまたインドと足並みを揃えて、バイオガス燃料の事業も進めていますので、ハイブリッド車とも合わせて、ウィンウィンでインドの脱炭素に貢献するということです。さらに EV はトヨタとの提携も活かして、投資の選択と集中を加速し、インドに EV を6車種投入するということで、シェア 50% を取るべく動いていますので、今後もスズキの動きには注目していきたいと思います。ただテスラもインドで工場を設立する計画を協議しており、インド太平洋地域にインドを拠点に自動車を輸出する計画ということで、このあたりもまた見ていきたいと思います。というわけで本日は以上となります。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画に関して感想や意見があればコメントでお待ちしています。また、ついでにチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。